どうも岡野ゼミナール塾長の岡野と申します。岡野ゼミナールのチャンネル登録者数がね250ぐらいなんですけど、まあ皆さんいつもご視聴ありがとうございます。ちょっとトランプ大統領の、ちょっと残念なねお知らせなんですけれども、一応ですね便宜上議会で、これで、バイデンさんが大統領になることが、決まりました。で、まあ本当にことごとく連敗連敗でございまして、ね、トランプがやりたかったことを完全に、封じられてしまったなというのがまあ印象ですね。でどうなんですかね、まあ難しいんですけど負けてしまいました。完全に負けてしまいました。でこれからですね、トランプさんが、ちょっとこう勝てる方法をね、ちょっとだけお伝えさせていただこうかなという感じです。まずですねトランプさんが、まあ、マーシャルローといって、まあ、軍を動かして、ですね、海外、まあ、いわゆる具体的に言えばチャイナですね、チャイナとかの圧力があったことを、やるパターンと、あとはバイデンともしくはバイデンの息子ですね、バイデンの息子が犯罪者であるということを、立証させることができれば、三親等まで、アメリカ大統領にはなれないので、この2パターンなのかなと思います。なので一応1月の20日までは一応トランプがアメリカ大統領ですから、まあトランプにまあ、ちょっと勝ってほしいというかアメリカ大統領を、再選してほしいなという、まあ、気持ちがねありますので、なのでまあですね11月の3日に、まあ、選挙があって、その時にまあトランプが一応不正があって負けた時に、まあ、勝勢は5対5だと 50%50% だと、これを不正を暴けばいいんだと、11月の、18日までに暴けばいいんだと。で11月の18日を超えてもトランプが、証拠を出せなかった。でそこから7対3になって、まあ、トランプの勝てる可能性が 30% だと。でその時にお伝えしたパターンが、まあ、単純に、まあ、ペンス副大統領が、まあ、上院の議会でですね、これは無効であるというような形で世論を動かしていけばですね、まあ、勝てたりとかですね、まあまあ、正直、11月の18日までは、非常にいろんなパターンもあって、で11月18日から1月の6日ですね、これで、トランプが7対3 になって 30% で1月の6日、今日が、まあ、日本時間で1月の8日ですねの、8時、45分ですから、一応、まあ、まだ 10% なぐらい 10% 未満かもしれないんですけど、まだトランプがひっくり返す、時間と、あとは権限が一応ある。しかしその権限を行使することでどうなるのかというと、例えばその、ホワイトハウスでしたかね、そこに、4人の、人が、ホワイトハウスは議会から忘れたんですけど、そこになだれ込んでですね、4人、射殺されてしまったんですね。で、それをしたことでもう一気に、もう風が変わってしまったというか、でまあその暴れた側の人間がですねどういう人間なのかというのもこれから調査していかなくちゃいかなくてはなりませんし、まあ、いろんなことを調べなくては
いけなくなります。でまあ、1月6日を迎えて、トランプの勝つ確率が 10% もしくは 10% 未満まで、1月20日まで、落ちましたので、これでまあこれから日本がどうなるのかっていう分析もですね、これからまあしていかないといけない。でもまあ別にあの、ドゴールがですね、4年に一度ですね、指導者が変わる国の何を信用すればいいんだと言った通りですね、日本人が自ら主権を持ってですね、自分の国を立て直すぐらいの、気骨な精神がないとですね、結局あの、まあ、同じことを繰り返してしまう。つまり小生はまず憲法改正という人がすごく多いんですけど、スパイ防止法とインテリジェンス機関がない状態であの憲法改正してしまうと、泥棒があの国の根幹である憲法を変えてしまう形になってしまうんですね。それだとあまり良くないですので、あのまずは、スパイ防止法とインテリジェンス機関を作る。そこからですね、まあその財界とか、あとは政界とか、あとは官僚だったりとか、まあ政官財ですね、これを中の海を出してから、憲法改正をしていかないと、まあ、大変なことになると。でしかし、まあ、バイデンが、おそらく大統領に、なってしまう可能性が高いですので、あのまだ、2週間ぐらい時間がありますからね、あのどういうふうに転ぶのかっていうのは正直分かりません。分からないんですけれども、もうかなり、可能性が低くなってしまった、目をつまれてしまった。であのペンス大統領が、トランプ側の方に、つかなかった。であとは共和党の中も追われてしまった、そういう、まあでもやっぱりこう面白かったのがですね、その、大阪維新の会が、大阪都構想といって大阪市を廃止させて4つの区に分けて特別区を作るっていう形で、まあ、三重行政にする話だったんですけれども、それの政策顧問が竹中平蔵ですね。で竹中平蔵っていうのが、まあ、2003年に、まあ、総務大臣だったりとか、あとは郵政民営化特別なんとか大臣みたいな感じのやつをやって、まず郵便局にを、民営化させて、かつ、なんていうんですかね、窓口を4つに分けて、で2万人の郵便局員がアフラックっていう海外のがん、保険を売るような形にして、日本のお金が海外に出るようにさせた。でその後は派遣法というのを作って、パートアルバイトと正社員しかいなかったのを派遣を作って、でボーナスとか福利厚生もなく、まあ、3年間に一度更新していくので、雇用主がいつでも人を切れる。つまり日本人を、いわゆるですね、そういう、労働基準法で守らない、いわゆる物として扱うような、家族とかではなくて物として扱うような制度を作った人が橋本徹君の、大阪都構想の政策顧問になった。で総務省の時には総務大臣を務めてるんですね、竹中平蔵が。その副大臣がですね、今の菅総理なんですね。つまりその菅総理を、背後から操れるように諮問委員会というのを作って、デイビッド・アトキンソンだったり竹中平蔵が傍観しているということはですね、詳細は竹中平蔵さんという人は国際金融資本家、まあ、いわゆるディープステートと言われているんですけど、そこの代理人だと思ってますから、その代理人の子会が、菅総理なんですね。ですから、日本の場合ですと、もうなんていうんですかね、2000
19年の12月の8日に人から人に感染するとまでは言わなかったんですけども、新型コロナウイルスのことを、なんていうんですかね、認めてですね、あの習近平が。そこから、1年経って大体2500人ぐらい、12月の初めでしたら、2500、600人ぐらい死んだと。ということは年間で、大体死ぬのがですね、インフルエンザの4分の1だということが分かったわけです。でもうヨーロッパ諸国とかアメリカから考えると、日本がは死んでる数がですね100分の1ぐらいなんですね、死者数がね。アメリカとかは20万とか25万ぐらい死んでますから、100倍死んでる数が多いのにもかかわらず、海外と同じぐらいの、どういうんですか、ロックダウンというかですね、経済制裁、経済を動かさないような形の、政策を打っています。つまり、でそれで何が起きているのかというと、中小企業、これもちょっと話がちょっと飛びまくってちょっと整理しづらいんですけど、デビッド・アトキンソンとあとは竹永平蔵っていうのが、いわゆる中小企業の、その人件費を上げろと。で、もう少数も人件費を上げることは賛成なんですけれども、22年間デフレが続いて、中小企業がもう生き延びるか生き延びないかのギリギリの瀬戸際のところで、従業員の給料を上げろって言ったら会社が運営できなくなりますよね。でコロナでそういったことが起こって潰れていくと。その中で下の人の給料を上げろっていう形になると会社が潰れてしまうんですね。そしたら失業してしまいますよね。つまり安い賃金だったかもしれないけれども、お金はもらえてたんですよ。しかし中小企業がもうギリギリのラインで保ってたものの、人件費を上げろって言われて潰れたら路頭に迷うわけですよ。つまり中小企業が経済成長するように政策でですね、年間10兆円ずつ中小企業に投資していきますとかね、そういうような抜本的な政策、つまり投資をしてもう10年間で100兆円ばらまくから国内投資しろというような形で、ある程度の経済中小企業が優遇されて経済成長するような政策を打ってから賃金も上げなさいと。 2,3 年後でもいいんですよ。それともまあ10兆円くらいあるんだから賃金上げろとかでもいいんですよ。そういうような政策を打ってから賛成を上げろっていうんだったら所詮も賛成なんです。じゃあ今コロナで経済を止めることでどうなってるかというと、中小企業がバカバカ潰れてるんですね。で中小企業がバカバカ潰れると、日本はスパイ防止法もインテリジェンス機関もないので外為法だけで守りますから、いわゆる潰れたところをアメリカとかチャイナのヘッジファンドがバカバカとかって中小企業の技術を全部持っていかれてるわけですね。つまり技術とか、あとはその技術もそうですし、あとは人材も引き抜かれてるかもしれないですね。であとは東京のその土地をものすごく、海外のヘッジファンドが買いまくってるわけですね。つまりですね、つまりその今回のその大阪都構想の政策顧問を打った竹永平蔵が、実はパソナグループといって海外の、人を雇うと金がもらう、日本人も雇える派遣会社なんですけどね、をやってるわけです。つまり派遣だったりとかそういうのを作って、もうボーナスをもらえじゃないし、福利厚生も福利厚生をもらえないし、3年になったらいつでも首切られるということは愛社精神が含まれないですよね。で40超えてもういつまでたっても年収が 2,300万なんですよ。結婚できないわけですね。できるかもしれないですけど、なかなか難しいですよね、収入的に。じゃあ日本人は愛社精神もないしやる気もないから外国人雇わせようって言って、パソナグループが外国人雇わせたらピンハネして金ができる会長が竹中平蔵なんですよ。でその竹中平蔵のパソナグループの創始者が南部康之さんっていうんですけど、その南部康之さんの、その7年間勤めてた方に教えてもらったんですけど、創価学会なんですね。ですから2015年の大阪都構想をぶち上げた時は創価学会が反対したんですよ。しかし2020年の時に創価学会が賛成したということは、今回のその大阪都構想に関してはもう間違いなく国際的な圧力があったと、考えて間違いないと思ってるんですね。
つまりアメリカのそういった大統領選挙も、バイデンの後ろにいる、グループっていうのは、まあ、詳細は東京大空襲だったり長崎とか広島にそういった原爆を落としたグループ子孫だと解釈してますから、それぐらいむちゃくちゃする子孫たちがむちゃくちゃにしたと。でそれをもしそのマーシャルローという形でトランプを最後戦ってくれたとしたら、これはちょっと非常に面白いんですけれども、ただトランプがやっぱりあのそれが終わったと暗殺とかもしくは逮捕されたりとかいろんなこともありますので、一度こうちゃんと引いて4年後のね、自分が大統領になるためにたあのなんていうんですかね、戦っていくかもしれない。 しかしトランプさん74歳で、その次やるときにはですねもう78歳なので、今のバイデンさんと同じ年になっちゃうわけですね。そうなってくるとなかなかちょっと現実的に、その急にね、うちの父も77とかなんですけど、70を超えると急にガタッとくるんですよね。急に弱っちゃうんですよ。ですから本当に大変な、感じになりますから、ですからね、その今回の大阪都構想と、アメリカ大統領というのは規模は違えど同じ形だったんですね。でしかし大阪都構想が止まったのはなぜかって言ったら、創価学会が割れちゃったんですよ。つまり小生の分析ですと、池田ファミリーが長男と三男がいるので家族で派閥が割れたのか、もしくは池田ファミリーが嫌だっていうグループと池田ファミリーで割れたのか、この2パターンだと小生は分析してるんですね。ですから今回のそのアメリカ大統領選に関しては、もう明らかな不正があった、明らかに不正があったことを隠蔽した。しかしね、これは別にブッシュとあのゴアの時にもそういった不正があったことも知ってたんですね。その不正をあのやっぱりちゃんとね、その証拠を出せなかったっていうのはすごく痛かったですし、あとは保守で固めてた最高裁9人のうち 6人を保守で、まあ、1人はちょっと微妙なラインだったんですけど、少なくとも5人は保守派にいたのに、その最高裁がトランプの手のひらをひっくり返してしまった。一体どれだけのお金をディープステートがあの積んだのかっていうのがね、これからどん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 少しずつ出てくると思うんですけれども、これをまあ一個ずつですね、あの分析をしまして、まああのやっていかないといけないのかなっていう感じですね。ただまあ1月の20日まではトランプはアメリカ大統領ですから、そういった権限が法的にあります。ですのでそれをどういうふうに行使して最後に戦うのかっていうのがあるのかないのかはちょっとわからないという感じでございます。では、岡野ゼミナールでした。チャンネル登録とかいいねもよろしくということで、それではまた会おうぜ。やれ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 。